ロンゲールの地下鉄駅とシャーブルック。大学校シャロンゲールは、ケベック州南部モンテレジー地域に位置する都市。現地では、不都合読みのロングイユーと発音されるのが、一般的である。人口23万9700人。都市の規模は、ケベック州5番目の大きさで、カナダ国内では19番目。面積122.90キロ平方メートル。モントリオールの衛星都市であり。 モントリオール大都市圏を構成する。市は、ビュー、ローグイー、セイント、ユベール、グリーンフィールドパークの3つの地区から構成される。周辺自治体は南に、サンダンベールとブロサード、北に、ブーシアビルとサンブルーノド・モンタルビル、東にカリニャン、西は、セントローレンス川を挟んで、モントリオールが接している。2002年に、キューロンゲールとグリーンフィールドパーク、 サントゥベール、ルモイン、ブーシャービル、ブロサード、サンブルーノ・ドゥ・モンタルビル、サン・ランベールが合併し、人口40万人を超える新生ロンゲール氏が誕生したが、2006年に4つ自治体が離脱。従来のロンゲール氏をロンゲール都市圏として呼び、下記の区からなる旧都市部を新しいロンゲール氏とした。旧ロンゲール氏から分割した市は、下記の通りである。 人口は239,700人。2011年の国勢調査では、人種は白人が84.8%、黒人4.6%、中南米系2.5%、アラブ系2.3%となっており、白人が大半を占めている。2016年の統計による住民の母語の割合は、フランス語が76.87%、 英語5.84%、フランス語と英語両方が1.04%、その他14.44%となっている。その他はスペイン語、アラビア語、ハイチクレオール語が多くなっている。3つの行政区のうちグリーンフィールドパーク区は、英語系住民が多く、普通語と英語の割合がおよそ半々となっており、英語も普通語と並び公用語として扱われる。 ロンゲールのビル街ロンゲールの大聖堂モントリオール島とは、ルイボリット橋イコールラフォンテーヌトンネルや、ジャックカルティエ橋等の5つの橋とトンネルで結ばれており、住民の多くはモントリオールまで通勤している。これに伴いセントローレンス川を挟んで、モントリオール島と南岸を結ぶ5つの橋は常に混雑していて、交通渋滞を引き起こす原因となっている。鉄道は、 モントリオール地下鉄のイエローラインが伸び、ロンゲールシェルブルック大学駅が終点となっている。ほか、郊外列車の路線が走っており、ロンゲサンテュベール駅がある。かつては、インターアーバンド面電車のモントリオール南部鉄道が運行されていた。バス路線は RTL によって運行されている。市内には、モントリオールサンテュベールロンゲ空港もあり、パスカンアビエーションのハブ空港となっており、主に、 トロントとケベック州内への路線が就航している。ありがとうございます。